がってくれてありがとう。みんなはレゴフレンズ知ってますか？知ってる人？はーい。みんなありがとう。テレビアニメも放送していたわね。レゴフレンズは日本だけでなく世界中の子供たちに親しまれているのよ。フレンズの仲間、アンドレア、リア、オリビア、ステファニー、エマの女の子5人組がハートレイクシティで活躍するお話よ。ほら、あそこにフレンズのフィギュアがあるでしょ。今、女の子の間で人気があるの。そして、私たちはフレンズの仲間、リア、オリビア、ステファニー、アンドレア、エマのお友達。私はアンドレアと一番仲がいいかな。私はエマかな。この間、ハートレイクで白鳥の絵を一緒に描いたの。私はみんなと仲良しだけど、そうね、シーって言えばステファニーかな。一緒にお菓子を作ったわ。私は断然ミアだわ。ハートレイクシティには乗馬できる場所がたくさんあるの。そうね、私はオリビアかな。その間もバスケットボールが苦手だからって一緒に練習したわ。あ、私たち自分たちのこと紹介するの忘れちゃってるわね。本当だ。私の名前はトア。私はミユカ。私の名前はマユ。私はユリア。そして私はユウ。読み方だけだとわからないけど、全員漢字にすると友達の友、ユウって漢字が入っているの。今日はレゴフレンズの代わりに私たちがダンスを踊っちゃおうと思うの。そしたらもっとレゴフレンズのことを知ってもらえるでしょ。さあ早速踊っちゃうから最後まで楽しんで。イエーイ。踊った後はあそこのフィギュアの前で私たちと一緒に写真を撮りましょう。レゴフレンズチャンピオン。